このゲーム、俺がマジで触んないジャンルだけど、多分相当神ゲーだね。ビューティフルジョーじゃない？やっぱみんな思い浮かべんの知らんけど。2023年 GOT 候補。多分このゲームは、むやみやたらに難しくする必要性のないゲームだから、まあハードだな。わ、めっちゃいいやん。もうすでに、すごいね。楽曲と、歩くリズム、このロボットの音でさえ、リズムに乗ってる。このゲームは、ネクロダンサーのアクションゲーみたいなゲームだね。このゲーム。踏むな。そんなビビる。いや、すごいなぁ。めっちゃ、丁寧だね。音がまず気持ちよすぎる。やばい、譜面出てきた。ロックだねー。パーフェクトタイミング。ロックだねー。いいねー。アタックがビートからずれることはない。だが完璧なタイミングでアタックボタンを押せばボーナスストアがもらえるぞ。あ、これいいね。つまり、リズムがずれってても、あれなんだ。その、補正してくれるんだね。ヒットのタイミングで次の攻撃ボタンを押そう。あー、なるほどね。2拍目のところでもう一回押すのか。ちょっと待って。ちょっと早いか俺。ちょっと待って、俺ずれてんだけど。え、これ俺が悪い？もっといけるはずだ。あ、これさ、押しちゃダメなの？なんか2拍目でさ押すとダメージ上がるみたいな説明なかったっけ？そういうことか。決まってるぜ、最高。これね、かなりよくできてるね、やっぱ。これ、やっぱリズムが分かりやすいのもあるけど、結構適当にボタンを押してるだけでもそれっぽくなるわ。歩くのとかもリズムに乗ってんのマジすごいよな。リズミカルに補正される、これがすごいよね。そのこういうリズムゲーってやっぱリズムに乗れないと気持ちよくないじゃん。ここ難しくする必要性ないから、そのゲームの体験的に。右のゲージなんだろう。かかってきなよ。いいね。ちょっと邪魔なんだけど、右の。気持ちいいゲームだねー。
けじゃここを出られないわよ。シンプルイズベストってやつ。はあ、今はそうじゃないでしょ。狙われてるんだから相手の裏を書く作戦が必要なの。じゃあ裏を書いて正面突破で。あんたバカなの？それは裏の裏で表なのよ。いや正しいぞ、やっぱ裏の裏だから、やっぱ裏の裏は時にはかなり有効な戦法。業務連絡、アームストロングプロジェクト追加工程繁栄のため新たな予備を追加しました。どういうこと？なお追加された予備は就労義務が発生します、ご了承ください。やばいやん、新しくない？これさ、法の抜け穴だろ。新しい曜日を追加することによって社員を働かせることができる。伝え忘れたことがあるんだよね。大事なことだよな。周りがビートを刻んでいるって言ったけど、それはバンダリーのロボットたちも同じなんだ。録画データによるとバンダリーのセキュリティたちは君と同じようにビートに合わせて動いてるみたい。あ、そうなんだ。敵の動きを観察すればどのビートで攻撃してくるか、なるほどね、正確に知ることができるんだよね。やっぱさ、あれだもんな。お、新型、新型出てきた。なるほどね。てか確かに私生活に支障をきたしそうだよな。エビロボ来た、エビロボ。まあ俺ストリーマーモード入れてやってるからあれだけど、やっぱ普通のアーティストの楽曲も流れるんでしょ、モード入れてないと。取れなかったんだけど。ダッシュ挟んでもいいんだな、途中。あれ、エビロボ出てた。ダッシュ間に挟めんだな。あ、てか曲名出てるやん。ボス戦の前は楽曲の名前出るんだ。不良品は大歓迎だ。そりゃよかった。不良品はマジでうまい。もうそりゃよくない。救命検査レベル100万。不良品はマジでうまい。ノリノリで行っちゃう。かかってこい。え、これ待って、こっちさ、あいつの両手は、検査用で特に脆いみたい。変な言い方するね。まあいいけどさ。今よ、あいつの手を攻撃して。待って、やってやるよ。
お、無敵ありそう。いいねー、音マジで気持ちいいな。これを避けてみろ。壊せないんだこれ。あれなんか腕のやつさ、ビート通りに攻撃してる？なんかルール違反な気がする。単純にオッケーだと思ってた。あの無敵があって腕の方行ってもかわせると思ってたけど無理っぽい。てかあれだわ、だから今までのボスが、ボスってかザコがめっちゃ弱かったのにこいつだけ急に本気だから、やっぱシリアスだねこいつは。結構ジャンプを使ってかわしていく感じなのかというか、曲も終わる。本物のギターになっちゃった。パッドでやってる。どんな曲も終わる、いい言葉だね。会社の中なのにオッケーなの、自爆して。いやマジですごいゲームだな。まあこのゲームはやった方がいいね絶対自分で。